こです。茨城県茨城町、東茨城郡茨城町小井の村今に来ています。日帰り入浴もやってますが、今日は綺麗なとこですね。バードゴルフコースとかね、なんかいろいろありますよね。向こうは何でしょうね、体育館みたいなのがあるね。広いです。よいしょ。5時半、夕方5時半です。憩いの村日沼ね、いい温泉です。はい、案内図ね、スポーツプラザっていうのがあるのかな。プール、夏はプール、多目的広場ね、ここね。ターゲットバードゴルフ場、パターゴルフ場、グランドゴルフ場。おお、ターゲットバードゴルフ、パターゴルフ、グランドゴルフ、全部ね揃ってますね。なるほど。これは何ですか。これ吹き矢、スポーツ吹き矢、そういうのもありますね。小井の村日沼、よいしょ。いいお湯でした、ね。そしてこちらに来ると、なんと、芝のね、綺麗な、よいしょ。いやー、ここもあれだね、まだまだ広いけれども、この奥がキャンプ場になってますね。キャンプ場、ポツンとね、一つテントが張ってありますが、私のテントです、ね。今日は私だけ貸し切り状態ですね。貸し切り状態です。さっきまでね、風が強かったんですけど、風止みましたね。風は止みましたね。はい、日沼が見えます。区画サイトね、1,2,3,4,5,6,7,8、 その他にオートサイトが2つ、10あるのかな、全部でね、90。結構広いですね、これね。サイト広いけども、何メートルぐらいでしょうね、これね。ちょっとあれかな、大型テントタープ、ね、よいしょ。お、風が止んだ、よかったよかった。ピューピュー風吹いて寒いかと思われたんですが、あれですね、よいしょ、よいしょ。こんな感じです、こんな感じでテント張ってます。どうですか、なかなかいいでしょうね。